タイトルは厳しくなったものの、 ACL 圏内とは勝ち点1差、3試合ぶりの勝利を狙う5位サガン鳥栖。対するは前節6試合ぶりの勝利を挙げ連勝を狙う9位ヴィッセル神戸。試合はまず鳥栖が仕掛けます。10分、キムミルから水沼へつないで池田、決定的なチャンスを作りますが徳重のビッグセーブに阻まれると、20分には豊田が狙いますが枠の外、ボールを支配しますが攻めあぐねる時間が続きます。なかなか形が作れない神戸も21分、相馬のフリーキックにペドロジュニオール。しかし少ないチャンスを生かせず流れを変えられません。ペースを掴んでいるうちに先制したい鳥栖も最後のところで神戸ディフェンスを破れず、序盤の決定機以降チャンスを作れません。ならばと34分にはこの位置から水沼、強烈なミドルシュートを放ちますが惜しくもポストに嫌われてしまいます。スコアレスのまま後半へ折り返すと、48分、神戸はカウンターからチャンス。ボールは前節 J1 通算149ゴール目を挙げたマルキーニョスへ。しかし150得点目とはならず、神戸が決定機を逃すと後半も鳥栖が押し込む展開。藤田直之が得意のロングスローを見せれば、61分、トラップでうまくディフェンスをかわした高橋良樹。65分には水沼がクロスを入れると、キムミル、豊田が飛び込みますがあと一歩届かず、どうしても1点が奪えない鳥栖。流れを変えたい神戸は71分、ペドロジュニオールを下げ石津を投入。すると5分後の76分でした。マルキーニョスが流したボールに反応したのは石津大輔。起用に応えた石津が嬉しい J1 初ゴール。ワンチャンスをものにした神戸が先制します。リードを許した鳥栖、しかし87分、途中出場早坂のクロスに豊田、エースが3試合ぶりのゴールを決めて同点とすると、試合終了間際のコーナーキック、こぼれ球を拾った藤田がボールを入れると、またしても豊田、これがエースの仕事。連続ゴールで今シーズン15得点目。豊田の2ゴールで劇的な逆転勝利を収めた鳥栖、連敗を止め3試合ぶりの勝ち点3です。